日本における反ユダヤ主義では日本国内で起こったユダヤ人またはユダヤ教に対する迫害や偏見に基づく反ユダヤ主義及びそれに関連する事象も取り上げる。日本ではユダヤ人口が少なく第二次世界大戦を前に民族主義的イデオロギーとプロパガンダが少数の日本人に影響を与えるまで ヨーロッパにおけるような伝統的な反ユダヤ主義はなかった。戦争直前から戦時中にかけて日本の同盟国だった国家社会主義ドイツ労働者党政権下のドイツ政府は日本に反ユダヤ主義を採用するよう奨励した。戦後も過激派のグループやイデオロギー信奉者がユダヤ陰謀論を懸念してきたが日本では反ユダヤ主義が拡大するような現象は起こらなかった。 1918年、日本軍はロシアの反革命運動に協力するためシベリア出兵を行った。この際に日本軍は白軍経由でシオン賢者の議定書を入手した。シオン賢者の議定書は今日では偽造文書であるとされているが、当時は国際政治の重要な情報として扱われており、白軍兵士が同書のコピーを 日本人将兵に配布した。これが日本人がユダヤ人による国際陰謀という説が存在することを知るきっかけとなった。シベリアから帰った久保田栄吉は1919 19年に同章を紹介した。また、シオン賢者の議定書が日本に持ち込まれる際にマッソン結社の陰謀という荒番詞に当社番釣りの50枚ばかりの小冊子が持ち込まれた。これが 日本ではフリーメイソン陰謀論がユダヤ陰謀論と同時に語られるきっかけになった。1923年、陸軍学校ロシア語教授樋口ち之助のが、北上培石というペンネームで、ナオフとかを刊行し、同社の内容紹介を行った。同年、マッソン結社の陰謀は、中学教育の資料として、適当なモノトニムという推薦文とともに、 全国の中学校校長会の会員に配布された。樋口の翻訳を読んだキリスト教伝道者、堺将軍が1924年に、なお太人々の世界政略運動、なお人民族の大陰謀、世界の正体となお人人など3冊を連続発表した。しかし、後に、堺は親ユダヤ的な見解を取るようになっていった。同年、社会学者、若宮宇之助が、 なお、人々問題を刊行している。同年、日本民族会が設立された。1925年、後の大連特務機関長、安江の博が、議定書の初の日本語翻訳を出版した。ロシア語の専門家である安江は、議定書コピーを全部隊に配布した猛烈な反ユダヤ主義者であった、グレゴリー・セメノフ将軍のスタッフに任命された。数十人の日本人兵士とともに、 安江は議定書の序述を読んで受け入れ、包みやらしこというペンネームで世界革命の理念を表し全文を紹介した。また、安江は国際秘密力の研究など様々な反ユダヤ主義の出版物のために時間を費やした。彼は後にナチスドイツと日本の同盟を正式締結する1940年のひどくい三国同盟に日本が署名したとき、 自分の見解を変えたとされるが、安江が反ユダヤ主義から、本意するのはもっと以前からというのが通説である。彼は、パレスチナやエジプトを視察して帰国した後の1934年の、なお、太との人々で、自身のユダヤ感を以下のように綴っている。なお人々の一人一人を見れば、数千一万のなお人々が一人残らず、革命運動に参画しているのでもなく、 また皆一様に大財閥であるわけでもない。なお人々であるからというて、誰も彼も危険視すべきではない。我が国に取り捨て有害な人物もあれば、無害な善良な人もある。安江の新たな親ユダヤ主義という立場は、日本軍からの自身の解任につながった。また、安江は、独自に役本を出版した海軍の犬塚コレシゲとも接触し、 陸海軍のみならず外務省も巻き込んだユダヤの陰謀の研究が行われた。しかし、陰謀の発見などの具体的成果を挙げられなかった。潮典延べ校1928年9月に誕生したばかりの思想検事の講習会が司法省主催で開催された。その中で潮典延べ校陸軍中将により、ユダヤ人の世界石化運動が成果目として講座が開かれた。 フランスで勉強している間に、司王天は激烈な反ユダヤ主義者になり、ユダヤ人の陰謀論を信じていた。彼が日本に帰国した時、彼は反ユダヤ主義のプロパガンダを主導する声となり、反ユダヤ教会の会長を務めた。ユダヤフリーメイソン陰謀論への批判、三川亀太郎は1919 19年の、おたけび菱に載せた文章をはじめ、ユダヤ家の名簿を、 なおふとか問題の検討で、ユダヤ陰謀論を批判した。三つ川は、自分の他にも、ユダヤ陰謀説を批判している人はいるが、謀説を相手にしているのは、大人げなく目殺するという態度を取る人が多く、結果的に陰謀説の方が優勢を示したという。吉野作造は1921年に、いわゆる世界的秘密結社の正体という文章を書き、 フリーメイソン陰謀論を批判した。吉野はユダヤ陰謀論者が用いているマッソン結社という呼称をまず批判したが、これは逆に堺将軍らに再批判されている。また、吉野はシオン賢者の議定書に種本があることを指摘した。クリア川博村は1923年5月に、 個人主義傾向のユダヤ人に大きな団体的な破壊活動などができるはずがないと主張した。新見義次は1927年5月のナオフと人問題でユダヤ人の陰謀説が日本に相当根を張っている状況を憂い歴史的事実を通してその批判を行っている。張った徳造は宋と国と人死にナオフト本国の建設という文章を表し ここで、シオン賢者の議定書の捏造状況を記述した。フグ計画1934年頃から、安江の博や犬塚恒例史では、満州国経営の困難さを訴えていた、人らと接触するうちに、ナチスによって迫害されている、ユダヤ人を助けて移住させることによって、ユダヤ資本を導入し、満州国経営の困難さを打開しようとする、フグ計画を立てた。 安江や犬塚は非誘導ロンを展開、書籍を出版することなどによって、一般大衆や軍に、ユダヤ人受け入れの素地を作ろうとした。結局、不具計画は失敗するが、数千人のユダヤ人が命を救われたりと、成果も残すこととなった。1936年には、国際政経学会という組織が結成され、国際秘密力の研究や、 月刊なお王の研究という雑誌が発行された。これらの組織の主要メンバーであった赤池敦は貴族院議員であった。同1936年、主要天野べ公陸軍中将がシオン賢者の議定書を日本語に再翻訳した。オトポール事件やフグ計画にも関わった樋口喜一郎は1937年の第一回極東ユダヤ人大会に招かれて、 ナチスの反ユダヤ主義政策を批判する演説を行っているが、日本の新聞では大会の存在すら報道されなかった。なお、人ト対策要項日本は1936年に日独防協協定、1937年に日独位防強協定、1940年に日独位三国同盟を締結し、ナチスドイツと同盟関係になった。 1938年10月7日、外務省から在外公館庁へ、なお不都避難民の入り国に、関する権という極秘の訓令が、この絵文丸外務大臣の名で発せられた。リトアニア在ウナス領事館に副領事として、勤めていた杉原千雨がビザを発給し、多くのユダヤ難民を救った。1938年12月6日、 板垣清志郎陸将の主導のもと政府がなお人対策要項を制定した。これは満州国で運用していた法律を日本と占領下の中国でも適用したものである。ただし反ユダヤ主義とは逆にユダヤ人を公正に取り扱う方針で条文の第一条が次の通りである。なお人に対して旗国人と同様公正に 取扱費の特別に排斥する過剰基礎地にで、釣ることなしから、なお、人対策要項昭和13年12月6日、1939年、貴族院議員は会の能が、品事変となお、人人政権処房を刊行。マスコミ1933年に、ドイツで、ナチス政権が成立する以前の新聞報道では、反ユダヤ主義はほとんど積極に取り扱われていなかった。 ナチ党の権力掌握から間もない頃には、東京朝日新聞などでも、ナチスのユダヤ人迫害に対して批判的な論調が見られた。しかし、ナチスに対する支持が増幅するについて、反ユダヤ主義的な見解が広がり、黒マサイワンは、大阪毎日新聞の紙上で、ナチスの経済政策を激唱し、労働精神を有しない、ユダヤ人は、ドイツ国民と断じて、相入れず、 国民を利子の奴隷より解放しようとするならば、当然にユダヤ人を排斥せざるを得ないのであると論じている。1938年のアンシュルス後に、大阪朝日新聞は、ユダヤ人を清掃すれば良い程度という表現が用いられ、大阪毎日新聞も、推奨の夜後に、ユダヤ人に対して課せられた賠償問題についても、ドイツ人がユダヤ人を煮てく王が焼いてく王が、 米国の口を出すべき問題ではないと論じている。宗教界1937年には、日蓮集計宗教家の田中里史学が、反ユダヤ主義の剣伝を行った。田中里史学はこう述べている。ブライアン・ビクトリアによると、田中里史学の剣伝によって、日本で反ユダヤ主義が急速に広がった。小説東京朝日新聞の記者で、児童向けフィクション作家であった。 山中美音太郎は1930年代にナオフとかユダヤ人の危険性に関する物語を書いた。なお、山中は安江の陸軍士官学校における2年先輩であった。山中は雑誌少年クラブ2932年から1年半大東の鉄人という小説を連載した。 この物語の主人公は探偵の本郷義明で、彼は大日本帝国を密かに転覆させようとする、ユダヤ人の秘密組織、影のシオン同盟の総司令である、赤間バザルフと戦う。大東の鉄人からの典型的な引用として、1945年8月、日本の降伏とともに、山中は執筆を中止したが、 講談社は1970年代までこのシリーズの表現を一部修正した上で再版し続けた。戦後再版は、反ユダヤの言及となる箇所が、込み出しごと全削除され、シオン同盟という名称も、マルキ同盟に変更されている。また、運の十三の、浮かぶ飛行島や北村小松らも、ユダヤ人を敵の首領とする、子供向け冒険小説を書いている。ダザイオサムも、 戦時中は、ユダヤ陰謀論的に辞書が扱われたと、戦後書いており、戦前の日本では反ユダヤ主義的言説が、日常的に流通していた。上海決闘1941年、ナチス親衛隊のヨーゼフ・マイジンガー大佐は、オーストリアとドイツから逃れて、日本占領下の上海に住んでいた約1万8千から2万人のユダヤ人を撲滅するべく、日本に提案した。 彼の提案は、洋子港三角州にある、数名島での強制収容所の建設、または中国沿岸の貨物船の飢餓を含むものだった。上海統治を管轄する日本軍大将は、マイジンガーからの圧力に屈しなかった。しかし、日本人は、航空区の近隣に上海ゲットを建てた。人口密度がマンハッタンの約2倍のスラムだった。ゲットは、 日本の士官かの魚屋の指揮下で日本の兵士により厳重に隔離されており、ユダヤ人は特別な許可がある場合だけそこから出ることが許された。戦時中に上海月頭では約2000人が死亡した。日本ではなおふと人対策要項もあり、上海月頭に押し込められたユダヤ人はヨーロッパ諸国で受けたような暴力的迫害はされていない。 1940年12月31日、松岡洋介外相は、ユダヤ人の実業家団体に、私は、どこにも、ヒトラーの反ユダヤ主義政策を、日本で実行すると約束したことはない。これは、私の個人的見解ではなく、日本の見解であると伝えている。しかし、D.A. カプナーと S. レビンは1945年まで、ホロコーストは、東京の大本営によって、 体系的に隠蔽されていたと主張している。1941年を刊行した。ナチスのプロパガンダ担当、グラーフ・フォン・デルクハイムの友人であり、師匠でもあった、ミホ教団前奏の安谷白雲は1943年の著書、道元前事と恩主将儀でこう述べた。ブライアン・ビクトリアは安谷を、戦争賛成のスタンスに悪意ある反ユダヤ主義を、 統合する少数の前治の一人だったとし、日本の反ユダヤ主義は、明治時代に日本社会で制度化した仏教が果たした自家製の反動主義な社会的役割の中心から独立して進化したと主張する。九百四十四年一月二十六日の第八十四回帝国議会で主用点、野辺公議員はユダヤ人問題について質問をするが回答した。 安藤喜三郎内将、岡部長影文章、アムウェイジいずれも、使用展の意を迎え、反ユダヤ主義的回答を行った。大阪毎日新聞は使用展を講師として迎えた、企画展、国際思想戦と、ユダヤ問題講演会などの、類似の反ユダヤ主義勉強会やイベントを、たびたび開催し、主筆の上原寅重も、講師として加わっていた。 大阪毎日新聞はこのほか、連合軍によるローマ空襲でバチカンが被害を受けたこともユダヤ人とユダヤ思想を基礎とするフリーメイソンリの計画であると社説に掲載したほか、連合国の指導者をユダヤ民族の創帥であるとしたり、白鳥都夫、を大串と用、大場平、兵、長谷川泰造などの執筆人でたびたび反ユダヤ主義、陰謀論的な論説を掲載した。 1972年5月30日、3人の日本赤軍メンバーが、ローマからの AL フランス132便で、テルアビブ近くのロッド空港に到着し、パレスチナ解放人民戦線の代理だとして、空港の待合エリアで自動小銃を取り出して、空港職員や来訪者に発砲し、26人が死亡し、80人が負傷したとは、実際にはこの本の翻訳者である。 クボタマサオの奏だった。奏が発覚して、以降、クボタは、自分の名前で、フリーメイソンやロックフェラーなど陰謀論を扱った、本を刊行した。クボタはまた、エノラゲーとは、イディッシュ語で、天皇を殺すという意味だという噂を広めた。1981年の後藤勤務む、ノストラダムスの大予言3-1999年の破滅を決定する。 最後の筆脂でもユダヤ陰謀説は展開された。1984年自民党議員で経済評論家の斉藤英三郎が世界を動かすユダヤパワーの秘密日本経済通信社を出版した。この本はユダヤ人の陰謀理論に基づいている。マツペンの影響を受けたフォトジャーナリストの広川隆一は親パレスチナ 反イスラエル的な発言を行った1986年、ユダヤがわかると世界が見えてくるという本が日本のベストセラーになった。この本もまた議定書に基づいており、著者の宇野正美は、アシュケナジムは実際はハザール人の子孫であり、従って彼らは偽のユダヤ人で、セファルディムが真実のユダヤ人の血統だと書いている。彼によると、日本人の中には、 イスラエルの失われた中部族の子孫がいて、日本のセファルディムがアシュケナジムを敗北させうるという。読売新聞は、うのの説を好意的に取り上げ、自民党保守派は、憲法記念日の大会に、うのを招待するなど、ユダヤ陰謀論は一部のマニアックな建設としてだけではなく、日本のメインストリームにも受け入れられていた。同年に、これからの10年間ユダヤプロトコール長裏読み術。 あなたに起こるショッキングな現実という本もまた日本のベストセラーの一つとなった。著者は青山学院大学経済学教授矢島ひとしつぎでおそらく未定書は偽造だが、これはユダヤ人に行われたすべての調査結果からまとめられたものである内容がユダヤ人の知恵からなっていることは疑いようがないと述べている。1八十七年の雑誌歴史特本では 世界、謎のユダヤという特集記事が組まれた。これは、ウォーターゲート事件と、ロッキード事件が、ユダヤ人の陰謀であると主張したものだった。田中角栄元首相は1976年に、保釈された時、ユダヤ、ネルソン・ロックフェラーにやられた、ユダヤに気をつけろと語った。1991年、元トロツキー主義者の大田竜が、ユダヤ七大財閥の世界戦略、 世界経済を牛耳る知られざる巨大財閥の謎を出版し、以降ユダヤ陰謀論を懸念する著作を多数刊行した。大田によれば、大前健一、総科学会などはユダヤの手先である。彼はユースタス・マリンズの本などを日本語に翻訳した。1989年から1995年にかけて仏議をかした。 宗教団体オウム真理教が、不教活動の一環として、日本人読者を引きつけるために、陰謀説を配布した。教祖の朝原将校は、1973年の、後藤勤の著書、ノストラダムスの大予言をはじめとする、ユダヤ陰謀説書籍の影響を受け、信者にこの手の陰謀によって、ハルマゲドンが起こされる日が近いと危機を煽った。オウム真理教の幹部の一人である。 村井秀夫は、視察された時に、ユダヤにやられたと発言した、と報じられた。後に、オウムはこれらの大衆書物を捨て去り、彼らの名前を、ヘブライ語アルファベットの最初の文字であるアレフに変更した。しかし、オウム事件の忘客とともに、旧教団の思想を徐々に復活させていると伝えられる。百九十五年二月、日本の男性向け月刊誌で十五万部数の、 マルコ・ポーロが医師の西岡正樹によるホロコーストを否定する記事を掲載した。ホロコーストは作り話だった。アウシュビッツにも他のどの収容所にも処刑用ガス室などは存在しなかった。現在、ポーランドのアウシュビッツ収容所跡で公開されているガス室なるものは戦後ポーランドの共産主義政権化、または同国を支配し続けたソ連が捏造したものである。 アウシュビッツでもどこでも第二次大戦中のドイツ占領地域でガス室によるユダヤ人大量虐殺などは一度も行われていなかったのだ。ロサンゼルスに本拠を置くサイモンウィーゼンタールセンターはフォルクスワーゲン、三菱、カルティエを含む文芸春秋広告主のボイコットを先導した。その数日以内に文芸春秋はマルコ・ポーロの配館とその編集長、 花田和義の解任を行い、文芸春秋の社長、田中健吾も同様に辞任したマルコ・ポーロ事件。1999年には、週刊ポストの、超銀、我らが、血税5兆円を食うユダヤ資本人脈役追に掴んだ記事にもだと生放送中に、田中牧子に語った。サイモン・ウィーゼント・アル・センターは、この、田原の発言を強く批判した。 作家の鬼塚秀明は、ロスチャイルド家による、世界支配について論じた2014年2月、東京都の図書館などで、アンネの日記など、ユダヤ関連書物が破られた、アンネの日記破損事件が発生した。3月に36歳の男性が逮捕されたが、検察は、精神科運転の結果、心神喪失であったとして、不起訴にした。2014年の500人への ADL、 電話調査によると、日本の成人人口の23%プラスマイナス4.4%が反ユダヤ主義の立場を心に抱いており、ユダヤ人は他の人々よりも優れていると思うに46%の人が同意し、ユダヤ人は日本よりもイスラエルに対してより忠実であるの回答が約半分だった。しかし、この調査は反ユダヤ主義の立場を心に抱くという分類の中で、 不合理に単純化されていると批判されている。デビッド・クランツラーは日本とヨーロッパの反ユダヤ主義の違いについて以下のように論じた。東京工業大学名誉教授でユダヤ人作家のロジャパル・バースは日本の状況について次のように語っている。イスラエルでは先進国の中で唯一ユダヤ人を差別しなかったのは日本だけであって、 杉原千雲を学校で教えていたりもする。だから、イスラエル自体は、日本を反ユダヤ主義がない場所だと無邪気に考えている。しかし、直接の迫害はされないが、ユダヤ人に対する偏見は、非常に強い、ユダヤ人はすべて金持ちで、すべてずるくて、世界的な陰謀を考えているという風な、ステレオタイプな本が未だに作られています。 ユダヤ人社会が存在せず、ユダヤ人を憎悪する土壌のなかったはずの当時の日本で、シオン賢者の議定書とユダヤ陰謀論が同時に流入、伝播した理由としてユダヤ陰謀説を表したデイビッド・グッドマンは、幕末期の儒学者、大橋突案が表した上位論、壁蛇行ことの中に、日本にはユダヤ陰謀論を受け入れる土壌がすでにあったと述べている。突案は、 ヘキジャコこごとの中で日本が義の国から承認国へと堕落することを危惧し、キリスト教が平等主義を旗印として世界制覇の野望を持つと論じている。グッドマンは日本に議定書が紹介される100年も前に日本を滅亡させる世界規模の陰謀を想定した独自の理論が構築されていたと指摘している。ありがとうございます。